まず選手たちにも伝えているのは、まあ、目の前の1試合1試合をしっかり戦っていくということもそうですし、またその12年前優勝したことのプレッシャーをこうプレッシャーに感じるというよりは、また本当に自分たちで新しい歴史を作っていく、まあ、そういった喜びみたいのをみんなで感じながらトライしていく、まあ、そういった働きかけというか、チームのモチベーションとして戦っていきたい。もちろんこう早くて体格も大きいアスリートプレーヤーを育てるっていく、まあ、そういったことも大事ですし、またフィジカルというのはそういった速い大きいだけじゃなくて、こう俊敏性クイックネスっていう日本のある意味フィジカルのストロングポイントもあるので、まずその持ってる日本のフィジカルの良さをぶつけていきたいというのが一つと、まあ、まずはワールドカップなんで、まあ、FIFA ランキングとかそういった数字的なものは参考にならないと思いますし、何より大会の初戦のザンビア戦は、まあ、国として向こうもしっかりと準備してくると思うので、そういったところではその初戦しっかり準備して戦っていくことが大事になってくるのかなと思ってます。もちろん本当にチームとしてこう優勝を目指してやっぱこの大会戦いに行くので、優勝を目指してないチーム絶対優勝できないと思うので、本当に少しでも先に、そして最後に優勝してみんなで笑えるように全力で頑張りたいなと思ってます。まあ世界的に聞いてやっぱ日本が優勝するって思ってる国だったりチームだったりサポーターってまあほとんどいないと思うんですけど、まあそういった意味でやっぱそこをいい意味でこう覆すじゃないですけど、そういったいい意味で期待を、まあ、裏切れるポテンシャルはあるのかなというか、まあ、そういったダークホースになりたいなと思っているので、まあ、そういったところを、まあ、ぜひ見ていただけたらなと思ってます。